ウベア島はニューカレドニアのロイヤルティ諸島に位置する島。ロイヤルティ諸島北部に位置する干渉であり、首都は三日月型をしている。西側は正湖に面し2 0トル続く白車のビーチで、波は穏やかである。一方、東側は南太平洋に面し、波は荒い。ウベア島の南部にある無利島とは無利境で結ばれている。二つの島を合わせると、 全長3 5 5トルとなるが、幅は5トルから6トル最も狭いところで4 0 0ルから5 0 0ルほどで、ある。ムリビーチ対岸に早和島が位置する。島の南部と北部には、ポリネシア系の住民が暮らすが、その祖先は、ウベア島に住むボリス・フツナビトがトライしたものと、推測されている。その後グランドテール島の東海岸から移住した。 メラネシア系の民族と対立したという伝説が残されている。このため、南部と北部では、ポリネシア系の西ウベア語中央部では、メラネシア系のヤイ語が使われている。人口は4300人。島の中心は南部にあるフェアウェ村で、病院、教会、学校、郵便局、商店などがある。島内には、公共の交通機関はないが、 タクシーやレンタカーが利用できる。国内線のエアカレドニアデヌメアのマジェンタ空港へは約35分で到着する。1988年4月、独立推進派のカナックが警察官を殺害、拉致し、洞窟に立てこもるという事件が起こり、フランス政府は特殊部隊を投入し鎮圧した。この際、ギギンの隊長が1990年に発表した手記によれば、 制圧後に無抵抗だったカマックは暴行、射殺され、その事実をフランス政府は隠蔽したとしている。この事件は、エル・オルドル・ ETLA ・モラールとして映画化されている。殺害、拉致事件以外にも、島民よりホテル建設計画に反対が起こり、頻繁に焼き討ちも起こるなど、正常不安定により、1990年代半ば頃まで観光が規制されていた。 ニューカレドニアへのフランス人やオーストラリア人の観光者でこの島を訪れる者は少ない一方、小説や映画の天国に一番近い島の影響で訪れる日本人は多く、観光者の大多数は日本人で占められる。英語版の観光ガイドブックには殺害、拉致事件などの歴史が記載され、また島北部では白人に対する罵倒。 投石への注意も記載されているなど、旅行会社も消極的である。観光スポットとしては、直径30メートル深さ70メートル以上の、穴ワのブルーホール、ムリ島とウベア島を結ぶ、ムリ橋、ムリビーチなどがある。ムリビーチではガイドより、映画、天国に一番近い島のロケ地という説明が強調されるという。ファヤワ島へ続く内海は住民によって、 侵入禁止区域とされている。朝倉世界地理講座オセアニアでは、ツアーは脱政治、脱学問化されており、事件やこのようなタブーが伝えられず、侵入禁止区域は単に、私有地と表されていると指摘している。2000年、日本人やニューカレドニア諸島開発公社などの共同参画により、ホテル、パラディド・ウベアが開業した。ホテルは、小説や映画の天国に、 一番近い島に影響を受けた日本人向けであるがホテルを建設する際に寒木の林をヤシの木やハイビスカスやブーゲンビリアが植樹された庭園とするなど環境を変容させている。朝倉世界地理講座オセアニアでは今後は日本人観光者はこの変容された環境を天国に一番近い島の新たなイメージとして持つと推測している。2009年に ホテルの権利は、ニューカレドニア諸島開発公社に渡ったが、朝倉世界地理講座オセアニアでは、ホテルは一部島民へ利益を還元している一方、今後は利益を還元されていない島民から不満が出る、可能性を指摘している。ありがとうございます。